のらりくらり、はい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 、いた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 、ない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 、ほら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 、危ない危ない、絶対危ない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 から、ほら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 、言わんこっちゃない、怖がる、あそこを狙おう、ここだ、おりゃー、オッケー、もう一発、すっ、画面の前の皆さん、君は死にゲーが好きですか？デモンズソウルリメイク、本日もやっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ゆうきと申します。はい、よろしくお願いいたします。デモンズソウルをですね、今更ながら初見プレイでございます。何も知らずにやっております。でね、知らない方のためにダークソウルはね、全部やってきました。2だけちょっとね、最後のボス倒してないんですけど、はい、ブラッドボーンとセキロもやってきました。割とね、死にゲーが好きでございます。よろしくお願いします。主人公はですね、ダークソウル2のヒロイン、ルカティエルというね、名前をつけてやっております。皆さんよかったらルカちゃんとお呼びください。で、今、ボーレタリアっていう多分一番最初なんだろうけどね、最初のエリアを攻略してます。今回でパート3です。で、ソウルレベルは9。蛮族というね、本当は持たざる者というね、素性でやりたかったんですが、なかったので蛮族という、まあ、素性でやってます。レベル9で何もいじってません。レベルの上げ方も知りません。ほんじゃやっていきましょう。で、前回ね、ここまで来て、下なんですよね。これ、下と上があって、上でね、多分進むっぽいんで、下をやっていきます。で、前回このね、特典武器の最新の刃っていうのを使ったんですけど、これがね、異常に強いんで、今日はね、クラブでやっていきまーす。初期武器でね。で、デラックス特典の防具とかもあるんですが、基本的に拾ったもので攻略していきたいので、持たざる者スタイルですね。やっていきたいと思います。これさ、めちゃくちゃいるけど、これはどういう、あの樽は爆発する樽なのかな、試しにやってみるか。火炎壺で。ほい。よいしょ。違った。違いましたね。一体ずつ釣っていかないとね。来たな。おお、やっぱ爆発するじゃん。死んだわ。オッケー。上に何かいるな。あれも敵っぽいですね。ちょっとなんかさ、お、来るかな ?2 体、あ、あれ、おい、助けてくれする。なるほど。あれ、俺、英語にしてたはずなんだけど、なんか日本語になってる。まあいいや。オッケー。いってぇ、来いよ。お、マジ？パリーが今日は冴えてないな。パリに行こう。はい？すいすい、ビンタビンタ、アッパーオッケー。あ、結構いるのね。奴隷兵がね。火炎壺くらえ、はい。魔法とか基本的にね、使えないんで。お、こいつなんだ、強そうだな。ありがとう。助かった。おお。私はボーレタリアのオストラバー。オストラバー。感謝の気持ちだ。受け取ってくれ。おお、かっこいい。ちゃんとかぶとかぶってる感がね、あ、沿岸鏡を手に入れた、ラッキー。沿岸鏡を手に入れましたね。沿岸鏡はね、ずっとダークソウルシリーズ全部使ってきてるんで、じゃ松ヤニを取って沿岸鏡にしましょう。こう沿岸鏡、これね、大事ですからね。で、松ヤニはここのショートカットにとくか、なんかショートカットが2個あるんだよね。ここ、OK。おお、オストラバー行っちゃいましたね。あいつなんか椅子であれなのかな。これ助けてよかったかもね。あれ、オストラバーどこ行った。足早っ。ってことはこっちも行き先があると。あれ、オストラバー行っちゃった。おい、寝ろ。お、オストラバー戦ってるぞ。いい感じ、強いじゃん。オストラバーは何なの、ここの住人ってこと。ここの住人と亡者は違うのかな、もしかしてね。もういない。でも下行けるよな。うわ、怖っ。いますね、いますね。お、これは火炎壺大チャンスじゃないですか。これいけるか、火炎壺。それ。はい、この辺かな。あれした。この辺かな。はい、はい。よし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 、うまい。投擲。ルカちゃん、ナイス。うまいぞ。火炎壺大チャンス。おお、一人いるぞ。はい。おお、やべやべやべ。やばいやばい、殺せる殺せる。ちょっと待って、いきなり来た、いきなり来た。オストラバー、助けて。で、そう、あれがないらしいですね。エストビンはないと。はい。ちょっとやばいんで、これでいきますね。やばい時だけこれでいく。いって、この野郎。
強すぎなんだよね、これマジで。せっ、はい、せっ、 OK。 強すぎでしょこれ両手落ちしてるとほとんど倒せるっていう。 OK、 はいよ、まあ、クラブでもあんま変わんない気がする。おお、やった、くさび石のかけら。これは間違いなく強化に使うんでしょうね。いいですね、草で回復すると。ずーっとね、エストビンがない、エストビンがないって言ってたんですよね。エストビンがね、あるもんだと僕は思っていたので。じゃあ上行きましょうか。オストラバーはもうここでほっとくしかない。お、びっくりした。オストラバーか。オストラバーは下の兵士なのかな。下の兵士ってなんだ。下を守る兵士なんでしょうかね。で、これで上に行くと。こっからですね。こっから多分まだ行ったことないエリア。なんかいたんだよな。あ、亡者がいっぱいいるんじゃなくて、すごいな、この亡者の列。これどうしよう。まあ、一体ずつ片付けるしかないよな。行くか。一匹ずつ釣れるのかな。そんなこともなさそうだが。いや、一匹ずつ釣れてんのか。オッケー。お、なに？はい、はい、はい、オッケー。おー、強いね、普通に亡者ね。こねろ、こねろ。なるほどね。まあ、地名を入れないとまともに食らうと結構厄介ですね。かっこいい。カーン、オッケー。いてててててて、矢がうざいだ、矢がうざいだ。あ、なんか盾が新しくなりました。なんか変な木が、木がね、ボロボロの盾だったんですけど、いてて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 。この野郎。結構厄介ゾーンだな。てか、あれが厄介ですね、あの矢がね、マジで、普通に、シンプルに。いてる、この野郎。この野郎。届かない。いてててててて、マジでいて、マジで。やばいやばいやばい、マジ、マジ？マジこれ。どうする？矢が厄介ですね。まあ、矢を打たせながら一体ずつ釣るしかないか、こうやって。はい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 。いてててて、一個食らうとすげえ食らう。とりあえずこの亡者を片付けてからがダメですね。ほんとね。よし、来い。そい？はい。はい。入れ違えば簡単だ、このやろ。え、他に行き場所あった？いや、ないですよね。ここで、ここでまっすぐ行くしかないですよね。7分も経ってんだからよ。ふざけんなよ。のらりくらり。はい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 。いた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 。なに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 これなにこれなにこれ。え、なになになにこれ。そんな仕掛けあったの？あ、ここに石が詰まってたのか。ここに石が詰まっていたと。これを転がせば全員、雪崩式に倒したところを、石に気づかなかったと。こんなギミックもあんの？全然気づかないよ、こんなの。マジかい。お化けくん、頑張ってね。これは気づかないでしょ。マジで？びっくりしたんだけど。なんか俺、ローリングでヘッショかなんか抜かれたから転んだのかと思いましたね。普通に。さて、この先も敵がいそうで。うわー、2人か。マジか、びっくりした。2人はずるいよ。しかも槍か、槍やだな。おっと、後ろと取らして。はい、もらい。 OK、 危ないな。槍はパリ取りづらいからね。いって、危ない。このああ、縦地区しやがって。この野郎縦地区はやめろ。やっぱ槍は辛いですね。槍パリ取れないですよね。取れるんだろうけど、俺ね、槍のパリ超苦手ですね。セキロでも槍はつくがさ、丸ボタンだったんだけど、あれがね、さばけなかったんですが、こういうのは余裕ですね。シンプルに後ろを取っとけば。あ、いいよ。じゃあな。うわ、これはさすがに言わないでしょ。こっち行ってみるか。え、これなんかすごいロングエリアだな。ここは何？
ここいるだろ、これいるだろ、両サイドのどっかに。え、いないことなんかあんの、これ。ここいないのか。ここいそうだな。はいはい。うお、やば。うお、なんじゃありゃ。やば。びっくりした。草か。やべえ、あれ、なんだあれ。ちょちょ、ルカちゃん。これってズームとかできない。ズームとかないんだ。これはやばいですね。うわ、めちゃくちゃアイテムあるし、下に。2匹揃ってんのやばいですね、これはね。え、これさ、こっ、あ、そういうことね。これ行ったら燃やされるでしょ。この人の結婚見てみようか。どうなる？置いて出た。おー、取れた取れた取れた。1個取って、引き返してアイコン復活。うん、まあ、実況者たるもの、ここ行くんだけど、これは、これはもう明らかに、ソウル経験者はわかる。もうこんなん死ぬしょ。たった一個のために死にましたからね、あの人もね。進みましょう。もう今日ね、ちょっと最初の段階で石でつまずいてますから、ここで進むしかない。今回は。さて、ソウル経験者はここへ隠れていく。こういう感じね。はい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 。一体ずつ釣る。これ基本。ソウルの基本。来い。はい。はいよ。おいっしょ。またまたまた。お、なんか来た、なんか来た。ちょっと待って、なんか来たぞ。え、なんか来たぞ。やばいっしょ。危ないって。どっちが後ろだ、お前。体勢を整えろ、ちゃんとこの野郎。OK。なんか嫌な予感するな。この一本道嫌な予感するな。あ、この一本道をやら予感する。めっちゃ嫌な予感するんだが。え、うわ、なんか来た。ほら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 、危ない危ない、絶対危ない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 から。ほら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 、言わんこっちゃない、言わんこっちゃない。なあ、言わんこっちゃなかっただろ。言うただろ。おめえはなんだこの野郎。おめえ何やってんだ。地名取った後に、ちょっと、なんか見たいのに見れない。お前のせいで映像が、見れないわ、この野郎。OK。ねえ、兵士のロートス。何がどうなってんの？え？ちょ、見れなかったんだけど、何も。これまた来るんじゃない？来るよね？来るよね？来るよね？これ来るよね？どうなってんの？駆け抜けるしかないのか？私は駆け抜けます！さらば！さらば！バカなコマ！死ぬぞみんな！どけどけどけ！どけ！やば、やば。もうこれさ、ダークソウルにあるもん、これ。あいつらギリギリ生きてんだな。お前らギリギリ生きてんだな。はい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 、オッケー。あいつに攻撃できないから。スローイングナイフ持ってるからな。スローイングナイフ使ってみようか。スローイングナイフ持ってるんですよ俺。3個。よしよし。あいつの頭に、これ、ドタマに、これ、ぶち当ててやろう。マジで。一発、ルカちゃんやってやろうぜ。スローイングナイフ！スローイングナイフ！ははは、7しか入んない。そらそうだわ。そらそうだよな。やめとこ。これ、やばいからやめとこ。あかんわ。あかんな、これな。何回来るの、これ。ちょ、お前、何回来る？何回来るの、お前は。本当に。やばいな、あれマジで。あれやばいわ。OK。お、これは？おめでとう。ありがとう。OK。
いやもうあのさ、一本道のさ、ドラゴンの羽の音っつったらさ、もうさ、ダークソウルのね、一番最初だよね、あんなのね。やっぱりソウルシリーズの経験が生きたぜ。お、びっくりした。何？びっくりした。びっくりした。シンプルにドキッとしたんだけど。何今の？びっくりした。お、びっくりした。ふざけ、ジャンピングキーだろどうせお前。それだろで、はい、ドンドン、はい、うん、はいはい、オッケー、ワンツー、はい、頭、脳天を叩き割ってからの顎を叩き割る。びっくりした、マジで。あれ、こっち行けそうだな。おお、開いてまった。びっくりした、マジびっくりした今の。ムービーでびっくりしてさ、左曲がったらさ、ハゲがいるから、それはびっくりしますよね、普通に考えて。こんなのでびっくりしない人いないですよ、普通に考えて。あー、何？なんか集会所みたいになってる。モンハンの。集会所だ、ここ。集会所だと。あ、待て、マジかよ、お前ら。ふざけんなよ、そこ。ちょっとこれ使いますね。これダメだ。一本道だ、これ。しんどい。おら！ザーン！あいつ、つここ狭いよー。すーっ、オッケー。まあね、特典武器を持ってるのもね、2000円ぐらい高かった自分のね、本当はご褒美ですから。これを使わないっていうなら、別に通常版で良かったという話になっちゃうんで。何を知っている、お前は、この野郎。ここはなんだ？じゃあめっちゃ亡者と入り乱れてる。いますね、いますね。亡者にはスローイングナイフって効くのか？どんなもんなんだ？スローイングナイフ！ああ、まあそんなもんなのね。別に大したことないのね。来いよ、ほら。一丁前にエンチャしやがって、この野郎。ドン！あれ？背中取れなかった、ごめんね。一発で蹴りつけたかったんだがな、申し訳ない。おいて、あ、痛くない。痛くないの、痛いっす。ちょ、なんかいるんだよ、盾構えてるやつが。あれなんだ、見えねえな、暗くて。あれなんだ、盾が見えるんだが。何をしとん。何をしてるん。あれなんだ、こいつなんだ、敵かこれ。おお、スライム、スライムだ。おそらく、これは。何をしとるん、お前も。間違えた。お前で何をしとるん。何これ、深いの、めっちゃ深いじゃん。よく落ちたな、あいつ。え、またハゲる、いないか。ハゲ控えてるからな、ほんと、こういうところに。何がどこで飛んできたんだ、あれか、あれだ、あれが飛んできたのか、あのなんか槍みたいの。なんだろう、あれ。武器、ああ、待って、びっくりした。骨ろ。スライムが盾つきなのね、デモンズソウルは。OK。あれ、これ飛び降りたんですか。こいつそうだ。思いっきり角に行っただろうな。額をね。上位体！何？痛いな。こっちくしょ！やろ。盾が意味ないじゃないか、それ。どうなってるんだ。盾を持つことを学んだけど、盾の使い方が理解できないというね。もうこれ人外特有のあれでございましょうね。OK。半月層ゲット。よっ。ほら、ショート。オープン。わお。なんだろ、これ。ここもドラゴン来そうじゃん。上？これ、強そうだな。これ使えるのか？お、なんだこれ。上、これなんだろう、強そうだね。こっちは？
マジか、これボス戦じゃん。先にこっち行くわ。ん？何かと戦ってるな。なんだここ、どこ、あれ、これなんか来たことある。あ、これ一番最初のとこってことは、こっち行くと帰るみたいな感じ。あ、そうだ、これ一番最初のとこか。あ、じゃあもうボス戦行くしかないのか。うわマジか、うわマジかよ。今ちょっと待って、どんぐらい取った。はい、じゃあね、尺を確認したらね、1000ぐらいいけそうなんで行きます。うわ怖え、ファランクス。おおおお、スライムの集合体。おマジか、何これ、これがボス、これの。おお、なんかスライムの、スライムがあうんの呼吸で。かえつもなくなった臭くね。最後十分じゃない。で松屋に、松屋に、松屋に使おう。そうだ、松屋にがあった。俺には松屋にがあるんだ。松屋にを使って、あ間違えた、松屋に、松屋に、松屋にを使うと、使用する三角。え、どういうこと、どうで使えないの。松屋に、松屋に、え、なんでなんで。あ、これ火炎壺なんじゃないの実際。ちょっと取れないな、あぶれ、絶対なんか隠れてんだろこれ中に。使用する、え、意味が分かんない、なんで使えないの。松屋にじゃない、くっそ、火が欲しいな。ちょっと待って、どう倒せばいい。スライム2、3発かかったよな多分な。松屋に、松屋に、松屋に、なぜか使えないから、これで、これで使えるだろ。よし行くぞ、松屋に。え、なんで使えないの、なんか理由があるなこれ多分。くそ、とりあえず周りのスライムが邪魔だから仕方ない。ここは使わせてもらう、皆さんに申し訳ないけど。うわ硬いよこれ。 OK、 後ろ取ると簡単なのか、なるほどな。縦以外だったら特に問題ね、いけるぜ、この武器ならいける。あ、やっぱなんかコアみたいなのがあるな、緑のあれが弱点か。こっち側がガラ空きじゃねえか。でもここはあえて周りのスライムを排除していく方が安全を取っていく。おっと後ろにもいる、うわめちゃくちゃいるじゃん。何これ、湧いてきてる、湧いてきてんのかこれ。なんだこれ、あれもしかしてこれさ、クラブでもいける、いける口。いやそんなことない、はい、いやクラブだとちょっと時間かかるね。いった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 いた、回復して、やばい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 、投げやりやば。もう1個使ってこれノーロックいった方がいいな。 OK、 ノーロックスタイルだな。コアがある、あそこを狙おう、ここだ。おりゃー、 OK、 もう1発スタミナ管理してダッシュ切りからのスイヤ。 OK、 いいよこれ、火があったら一瞬なんだろうな多分、そんな気がする。そら、オッケー、スライムが集まってくるな中央に。オッケー、あ、いいよ、くそうまく盾でガードしてきやがるな。ファランクスって名ばかりだなこの野郎。うれ、オッケー、逃がさねえぞこの野郎、お前逃がさねえぞこの野郎。いい感じ、あー、くっついたくっついた、はいよー。オッケー。ここまで来たらもうクラブで十分だろ。おい、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 オッケー。弱いな。こんなもんか、デモンソウル。どうした、俺とルカちゃんはダメだ。待て、まだ出てくるパターンみたいなのあるよな。終わったか。よし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 。よしよしよし。ボディーリストレート。お、体が戻った。なるほどね。これで一応実質クリア、このエリアクリアみたいな感じなのか。おお、めちゃめちゃある。ちなみにこの人の CM 見とこうか。どうした？
なんだ。なぜぼったちしてた。アイテムがいいね。うまうまですね、これね。うまうま。うわぁ、やったー。かけらいっぱい取った。ん？これは？戻れるってことかな？はい。あれ？あ、戻れる。王の炉。あ、ここが次の目的地で、で、くさびの神殿にここから戻れると。なるほど。おお、なんかちょっとは成長したのか、俺は。戻ってきました。お待ちしておりました。おや、あらら、この上で要の人があなたをお待ちです。要の人。ほう、上の方にいるの？これすごいですよね、これね。もうなんかすごいロングなんですよね。あそこに誰かいる、待ってらっしゃると。どうか要の人のお話を聞き、くさびの意味を知ってください。ほう、おお、戻ってきた。なんかめちゃくちゃ人いるな。あ、違うわ。おお、カボタンや、カボタン。おお、やった、カボタン、カボタンでしょ。カボタンしかないよね。おお、カボタンいいね。カボタンですね、かわいいですね。今回のカボタンね、なんか頭ボサボサだけど服が結構かわいいですね。いい感じ。話しかける。この上で要の人があなたをお待ちです。ほう、どうか要の人のお話を聞き、くさびの意味を知ってください。はい、それしか言われないから、とりあえず行くか。要の人に会えと。こんな棍棒しか持ってない人に任せて大丈夫ですかね。あれ、どっから行くんだ、こっちか。いまいちまだね、この神殿のね、構造もちょっとよく分かってないので。要の人、なんかこの冒険に欠かせない人なんでしょうね、俺とルカちゃんのね。おっせおっせおっせ。ん？この奥か？あれ？あ、こっち上がる。これ？合ってるよね。ん？こっち。ずいぶん上がらされるな。エレベーターが欲しいとこだか？お？おや？こんなとこにも人がいるぞ。なんだこいつ？なんだこりゃ？なんだこれ？なんだこれは？中華まんみたいな。中華まんガキ。お待ちしていました。デーモンを殺す者よ。はい。私は要人。お前？お前？こいつ？中華版楽器こいつ？お伝えしたいことがあります。はい。口動いてない。我々もまた昔デーモンと戦ったのです。お前ら、お前が。え？遥か昔、私たちはソウルの技により。世界を全ていました。中華まん屋の息子だろう、違うのか。そして飽くなき探求により古い獣を目覚めさせ、それから生じた色のない脳無とデーモンたちにより世界は滅びの危機に瀕しました。デーモンってのがどんぐらい出てくるんだろうね。デモンズって言ってるぐらいだからすげえいっぱい出てくるのかな。私たちはなんとか古い獣をまどろみに導きました。ですが、その時には古い獣のソウルが失われ、世界の大半はノームに飲まれ消失していました。獣とかこの時からあるんだね。私たちはわずかに残った世界をつなぎ止めるために、おう、6つの要石を精進の王者たちに託しました。おお、野心ある小国の王。あ、これがボーレタリアか。あ、違うのかな、合ってるよね。
地下に潜る穴掘りたちの王と、穴掘りたち、ドワーフみたいな感じ、知性ある象牙の塔の女王と、象牙の塔の女王、これはちょっとよくわかんないですね。さまよえる貧者たちの王と、さまよえる貧者たち豊かにしてあげて、影人の司祭と、うん、お強そうだねこいつは。なんか北の目がなんか花粉症で腫れてる時の俺みたいな。北の巨人、巨人が一番強いのかな、やっぱね。要石は消失を免れた辺境の地に根付きました。おう、あ、めちゃくちゃいっぱいいるぞ。そして中華マン、まどろむ獣をこの、すげえいっぱいいる、何これ。ソウルの技を禁忌とし、自らを要人として拡散する世界を取り戻すための人柱となりました。人柱となった、へえ。今や要人の大半は失われ、ほう、ただ私だけが残っています。あ、一人しかいないんだかわいそうに妖人の力により封印されてた4つの要素に解放された。かわいそうに。あなたはかつての我々と同じように、うん、古い獣を再びのまどろみに導き、これを封じなければなりません。なるほど。さもなければ世界はノーム、まあ要するにルカちゃんに、ルカちゃんにこれをこの世界を救ってくれと、そういうことですね。よろしい、礼はたっぷりもらうぞ。それではすべてのデーモンを殺してください。ソウルを供給するしもべをなくした獣は新しいしもべを求め自らあなたを導くでしょう。獣、我々ですが、獣っていうのは何なんだろうね。獣っていうのが、お、いっぱいいる。おり、結構いっぱいいますね。なるほど。獣とデーモンが、まあ、ポイントと。ゲット、儚い瞳の石。めちゃくちゃいっぱいいるじゃん。みんなこれ、ここで力尽きちゃったってことね。ははははは。うお、めっちゃいっぱいいる。うえ、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 めちゃくちゃいる、めちゃくちゃいる。大丈夫かな？ん？ なんだこれ？すごいね。君の世界だけが正解ではないのだよ、のぞうだね。あれはね。はい。ちゅうことでね、じゃあ今回はここで終わりにしたいと思います。とりあえず、ファランクスを撃破して、まあ、この要人というものに会いました。まあ、この子たちがいないと、世界がノームに包まれてしまうと。この子たちは、でももうすぐ終わりそうと。だからデーモンを殺してくださいと、そういうことでしょうね。はい。一人生きてるんで。はい。ほんじゃね、じゃあここで終わりにしたいと思います。そんじゃ、デモンソウル、次回もぜひよろしくお願いします。そんじゃ、ルカちゃんと、私でした。お疲れ様でした。またね。かっこいいだろ、かっこいい。ここ降りる場合は飛び降りれそうだから、これ飛び降りてさ、なんかあるんじゃない。これはさすがに自殺パターンか。いや、これは無理か。事件は、あっ